聖職は守りやすく攻めにくく、かつては天賦の国と呼ばれました。豊かな地で百万の兵が養えます。高祖劉邦はその地で挙兵し帝業を成しました。慶州と聖職を取れば天下を半分得たも同然。南は家康を手なずけ、西は諸従と和し、外は孫子と結び、内は民を治め、天下の変を待ちて新鮮に出兵し、縁より巨頭を落とし相続を倒すのです。この法略通りに行えば、これからの10年で大業をなし、次の10年で天下を定められましょう。将軍は見事漢を再興し、歴史に名を残せます。20年で天下を休んじられると？私がどこへ行っていたかご存知ですか？存じませぬ。聖職です。ご覧ください。聖職十二軍の地図です。将軍はこれより聖職を念頭に、まず慶州を足がかりとし、着実に領地を広げていくのです。孔明先生、どうか山を出て私をお助けください。先生を終生師と仰ぎます。先生、先生がおいでにならねば民は救われはいたしません。どうかお助けくださいませ。先生、この劉備、心よりお願いいたしまする。我が君、諸葛亮、剣馬の労もいといません。先生、先生、本当に行かれるのですか？私はどうすれば？留守をしかと守れ。功を成した後必ず戻る。かしこまりました。翼徳殿、我が僧侶の消失を忘れなく。兄者と天下を取ったら、バカでかい僧侶を送ってやるとも。約束ですぞ。約束だ。しからば参ろう。この時から歴史は大きく動き始める。故事となって語り継がれる劉中隊とは、孔明が僧侶にて編み出した天下三分の計である。孔明は15年天下を静観していたが、ついに主君を得て下山した。孔明は主君を得たが、時を得ておらん。本に惜しい、惜しいの。そなたら、先に仕留めた者には褒美を持たす。お帰りの遅いこと、
様子を見に行きます。はい。よう。諸侯は戦火を交え、姓の漢公、祖の宗王、秦の文公、相次ぎ派を唱えた。燕、秦、盧、続いて雄を争い、これ以降300年、中原の地は乱れ、多くの旗が空を舞った。申し上げます、報告です。若君、主君が何者かに襲われました。傷は深いのか？重傷でございます。担ぎ込まれた際も意識を失われた状態にて。若君、お待ちを。若君、かような局面でこそ冷静に対処するべきです。主君が重篤との噂が広まれば、各軍の臣下たちの不安を招きます。とりわけ巨都の曹操や上陽の劉表の耳に入れば、奴らは関係を練り、ここぞとばかりに挙兵して江東を取りに来ますぞ。ご助言感謝します。平将軍、全軍に伝えろ。主君は狩りにて誤って落馬したが、幸いなことに傷は浅い、あらぬ噂は許さぬと。私から全軍に伝えます。高将軍、ここに兵士を引き上げ、将軍府の役人たちを元の職へ戻すのだ。御意。母上、兄上に何が？お前の兄上はもう長くない。兄上、尊賢です。尊賢か。兄上、兄上、我が兵夫をここへ。尊賢、江東の兵夫を受けるのだ。兄上、それはなりません。すぐに良くなります。
命令だ。兵符を受け取り、口頭をその手で収めよ。母上を頼んだぞ。兄上、私には荷が重すぎます。天下の諸侯と中原を争い、家中両人の間に決することは、お前は私に及ばん。されど才あるものを持ち、口頭を守ることは、私はお前に及ばない。お前は九つの時、父上の亡骸を取り返すため単身敵陣へ乗り込んだ。あの時から分かっておった。お前には才覚があるとな。尊厳。父上がまだ生きておられたら、きっと江東の地をお前に託したはずだ。尊厳。兄上の言う通り、兵符を受けなさい。文官武将、大都督らは身内も同然。兄上と生死を共にする思いです。兄上に従っても私に従うでしょうか。私はまだ18、彼らの目には子供も同然。いえ、息子たちよりも若いのです。尊敬よ、そこに気づく見識がお前には備わっておる。お前はまだ若いだが、覚えておけ、お前が主、彼らは死んだ。兄上。お前は兵符を受けた後、それぞれに恩賞を与え、手厚くもてなせ。よいな、尊厳。お前を助ける者が二人いる。よいか、内政のことは長将に尋ねよ。外交のことは周遊に頼むのだ。それに母上がいつでもお前の力になってくれる。尊厳、父上はお前の年頃で将軍となった。兄上が後を継いだのはお前の年より若い。ここ数代、江東の英雄は皆若かった。次はお前の番です。父兄に恥じぬよう江東を治めるのです。兄上、母上、謹んでお受けいたします。これで一安心だ。大凶を呼んでくれ。Thank you.
老身少々主君に拝謁いたします。主君に拝謁いたします。主君に拝謁いたします。面を上げよう。ありがとうございます。私は兄の命を受け祖業を継ぎ皇統を治める。これからも各位一層助け合い大業をなすよう。よい。我が君、周遊殿が波及におられます。直ちにこちらへ呼び戻し、皇統の今後のことを将軍に任せるべきです。何？いや、つまり周遊殿には我が君の補佐をさせるのがよろしいかと。将軍を戻すようすでに命じた。よいな。よい。大凶、どうやら傷は深いようだ。もはやこれまで。約束の灯しらがも果たせそうになくなった。責めてくれるな。そんな、おやめください。すぐに良くなります。また戦いますわ。皇統の大業もまだなされておりません。このありさまであっては大業など語れ。少年の頃に挙兵し、数年で皇統の地を平定した。だが今そろそろこの地を離れねばならぬ。無念でならんぞ。いいえ、あなたは助かります。必ずや。これも天命なのであろう。息子の孫昌は皇統の大業をなすにはまだ幼すぎる。皇統の血は弟の孫権に託した。よいか大凶、これからは皇統の対局に重きを置くのだ。皇統こそ我が命。必ずお言葉通りにいたします。私はもう長くは持たない。されど横になったまま死ぬわけにはいかぬ。さあ起こしてくれ。あなた、手を貸すのだ。頼む。
挙。そなたは長年連れ添い、我が妻としてよく支えてくれた。あの世でも笑って暮らせそうだな。来世でもきっとまたあなたの妻になります。奥方様、千君は兵符を孫権様に譲られました。しかし家督とは代々父から子へ継ぐもの。孫将様はご嫡男であられます。孫将様が千君に代わり皇統を治めるのが道理。幼い若君に代わり奥方様がお立ちください。これこそ千年にわたる慣例、守るべき礼儀にございますぞ。若君に代わり皇統を治めください。若君が皇統を治めるのは当然のこと。奥方様が対局を見据えてこそ皇統の民は救われるのです。どうかご裁行ください。党の対局をお見据えください。長相殿のご意見を伺いましょう。奥方様、では間質衰退の原因は一体何だと思われますか。先帝の多くが幼少であったため、皇后が政にあたり外戚が権力を握った。目下の皇統も同じ。千君の孫作様は孫権様に禅譲なさいましたが、ご嫡男の孫将殿も奥方様も健在です。多くの者が疑念を抱いておるのです。奥方様が漢の皇后に習うのではと。何者かが奥方様を担ぎ出せば、この皇統は混乱に陥るでしょう。静かに夫を弔いたい。私は間違っていますか。いえ、もちろん当然のことです。何も間違ってはおりませぬ。しかし遥か古より権力の譲渡は父から子になされるもの。孫権様が立たれる一方で、奥方様と若君がおられれば人は疑いを持ちます。この機に乗じる者が出れば、これより先いかがなると思われますか。孫作様が築き上げられてきた皇統の対局は安定を得られませぬ。
どうか賢明なご判断を。我が君、これも老人の直言にてお許しを。あなた、長年おそばに仕え、あなたの誠の願いは存じております。高等を休んじようとあなたはお命をかけていらした。天上におられる今も心を痛めていらっしゃるはず。高等の安定なくしてあなたの御霊は決して安らぐことはありません。高等の安定のため私は進んでこの命投げ捨てます。なぜなら私はあなたの妻ですから。一体何事だ。大奥様の命です。高等へお戻りを。何があった。主君がお亡くなりに。何だと。孫権様が兵符を受け訴行を継がれました。将軍は急ぎ高等へ戻り孫権様を補佐するようにと。分かった。申し上げます。我が君、周遊殿が戻られました。兵馬の数は。城内に入られた際は短期でした。分かった。なぜこのように突然。お守りすることも。見取ることもできず。損策だろう。わかったも。黄巾将軍、兵符を受け取り
高等を束ね、我が父兄の大業を継いでくれ。若君、何を言われる。高等は孫氏三代の領土、私は三奪などできません。どうか聞いてくれ。三奪ではない、我が父兄の対岸を果たすためなのだ。私は若く信頼もない。将軍は文武に長け、父兄と共に戦ってきた。この高等の地で最も誉れ高き武将であるそなたが束ねれば、皆の信頼も得られ、訴業をなせよ。ならばお聞かせください。若君は何を。私は配下の長子として将軍を補佐するつもりだ。そうすれば母上をおそばでお守りできる。私の弱さ、どうか分かってくれ。それが兄上のご遺言であると。兄上の遺言は、我々が高等を維持し訴業をなせとのこと。しかしそれができるのは将軍だけなのだ。お気持ちは分かりました。されどお受けできませぬ。奥様、周遊が戻りました。周遊よ、私は幼くして母を、中年で夫を、晩年で子を亡くした。人生とはまことにつらいものです。お察しいたします。なれど孫権様を助け、三皇の基礎を築き、千君と若君を育て、高等を繁栄させたご功績、敬服いたします。私もつらいですが、私よりもずっと苦しんでいる者がおる。どなたです。孫権ですよ。孫権はたった18で高等の地を任されたのです。その道は果てしなく、まさに内憂外患です。孫権は大きな不安に苛まれ、今も震えが止まりません。先ほど孫権が兵符を渡しましたね。はい、お断りしました。大奥様、千君のご遺言お聞かせください。周遊よ、そなたは我が子であらぬが同様に思っておる。故に全てを打ち明けましょう。孫策が残した遺言は孫権に高等を任せるというもの。
ならばなぜ私に兵符を。まだわかりませんか。孫作の死後、孫権はそなたを敬愛しつつも最も恐れているのです。孫権はいつか大権を失うことになるのであれば、今そなたに譲った方が良いと考えた。わかりますか。そうすることで自分の命を守り、皇統の将来を守ろうとしたのです。全軍の将兵、各州軍の官僚たちもおそらく同じ考えでしょう。周瑜よ、孫権は弱くはありません。むしろ聡明すぎるのです。よって皇統百年の大業のために自らの地位を放棄すると決めた。大奥様、すべて心得ました。千君、この周瑜、定府、郊外、関東らと共に、千君の霊前で誓いを立てに参りました。心を一つにして若君を助け、命を懸けて皇統を守ります。命を懸けて皇統を守ります。どうか立ってくれ。この孫権も霊前で誓おう。これより諸兄と永辱生死を常に共にし、積年の大業を成し遂げる。奥方様と若君がおられれば人は疑いを持ちます。この機に乗じる者が出れば、これより先いかがなると思われますか。孫作様が築き上げられてきた皇統の大局は安定を得られません。先生の教えを授かり、この劉備改元いたしました。まさに水を得た魚です。どうぞ。おい兄貴、聞いたか。え、兄者が魚で孔明が水ならば俺たちは何だ。兄上は
孔明を失路させ死と仰いでおられる。食べるのも一緒、寝るのも一緒、四十古今を論じ我々のことなど忘れておられる。ふん、孔明は俺より等も下だ。ほんの若造の癖しやがって兄者の死などと抜かしやがる。ふん、奴は口先ばかりの男、口達者を除いては取り柄などない。兄上は騙されておられるのだ。ふん、へへへ、兄貴、俺が懲らしめてやろう。いかん、兄上の怒りを買うぞ。ならばどうするんだ。焦るな。太平の今は本性が見えないが、大事が起きれば我々を頼ってこよう。へへへ、なるほどな。